はいどうもこんにちは山本隆生と申します、えー。このチャンネルは有名人を占う動画になります。えー、今回は田中みな実さんを占っていきたいなと思います。えー、田中さんのまあ、性格や今後をちょっと見ていきたいなと思います。えー、っとですねまあ正直言いますと私実はテレビをほとんど見ないのであのー、なんだろツ Twitter とかのトレンドとかにこう上がってきたりするのを見て、あ,のあ、すごく人気のある今に、今すごく人気のある方なんだろうなって思うぐらいのそういう認識ぐらいしかなくて、あのもしね、そのファンの方とかご存知の方、詳しい方いらっしゃいましたらですね、会ってますよとか会ってないですよみたいなあのコメントをですね、あの、なんていうか、この人はこういう人だったんですよみたいな、なんかそういうのをね、教えていただけるとね、すごく。 嬉ししかったりします、はい、あの本当にパーソナルなことその個人的なこと全然知らないので情報をね。なんで、まあくまでもまあ占った結果だけでちょっとまあやっていきたいなと思います。はいえー、ということで、まあ、始めていきたいんですけども、えー、まずじゃあ占うにあたりましてこれ毎回言ってるんですけどあの私が作ったオリジナルの、まあ、鑑定のプログラムを使って占っていきます。 今この画面に表示されているものですね。えっ、ー、と、まあ、他の占いと違って、まあ、プログラムを使って、中でも計算して、あの情報を出す、出してるんですけども、今この動画をね、あの見てる、ご覧のあなたも、まあ、この動画でやってるように、同じように使うことができます。えっ、ー、と、まあ、例えばですねあの、そうですね、自分の人生の流れとか、あと自分の性格、自分の性格よく分かんないじゃないですか。ね、そういうのとか、あと自分の才能ね。 とか自分に何が仕事向いてるのかとかあのー、例えばあのあとそうですねいえっ、ー、と結婚するとまずい時期とか引っ越しとかね転職するとまずい時期あるんですよでそういうのが分かったりできるんで、まあ、あの人生の危険な時期なんか早めに知っておくと、まあ、そこは避けれたりできるじゃないですかだからあのすごく便利かなとは思うんですねで、えー、そういう人にじゃぜひぜひ おすすすめですこの動画のですねこの概要欄にリンクありますのでこちらクリックしていただけましたらもうかなり安い値段でやってますんで、うん、この動画でやってるみたいに使えますんでねあの良かったらま使ってみてください。はい、えー、ということでじゃああのーえー、始めていきたいんですけどもあ,のあとはあくまでもこの動画でお話ししている内容は占った結果であって実際の性格や事象などを表すものではありません。はいでは行きましょう。 はいということで、まあ、これが田中さんを表す要素で、皆さんが使うプログラム上には表示されません。あくまでもこの動画の撮影用です。えー、で、表示させてるだけです。まあ、こういう感じで、まあ、性格とか、えー、仕事とか、恋愛結婚とかね、いろいろ見れるんですけども、事前にちょっとまとめてますんで、それを表示させたいなと思います。で、田中さんは、えー、まあ、ご両親は、資産家か経営者か、えー、かなり裕福なご家庭だなっていうのは、もう、パッと見てわかりました。 えー、どもうすごくね何だろう本当に由緒正しい家というかあの伝統のある家みたいな感じの何だろうどういう人なんだろう、えー、本当に資産家のご令嬢お嬢様といった感じで、うん、ご両親はもう社会的地位の高い方なんじゃないかなと思います。えー、素晴らしいいご両親ででもう本当に良いご家庭環境で え育ってらっしゃるなっていうのがまあ裏ったら出てました。で経済的にも親の支援を受けたりします。であとまあ親の資産を引き継いだりもまあおそらくするんじゃないでしょうか。で、えー、とにかくまあ性格の特徴を見るともうとにかくもう頭の回転が早いです。めっちゃくちゃ頭いいですこの頭いいと思いますこの方。で、えー、知的好奇心が高くてで勤勉で努力家ですね。で好きなことにはもう一直線もう専門家っぽいですね。 あの何、ー、だろうな、何、ま、だろうちょっとクリエイターっぽいんですね、作家さんとか、なんねででであのー、でまあ、でまあ、続きを言いますけど繊細で、まあ,あと毒舌で、何で毒舌かっていうとですねあの直感力が鋭いんですよね。 直感力が高くてであと頭いいから分析したりとかあここはこうでこう,こうでこうだからだからこの人はこういうこと言ってるんだなみたいにその、まあ、僕もそれよくやるんですけどあのそうやって人の心を見抜いたりとかですねする能力がとても高い方でだから指原理乃さんも結構そういうタイプでね似ているかなと思います。であとあのまあ真面目なので、まあ、周囲からの信頼も仕事はちゃんと即座される方だと思うので、えー、非常に周囲からの信頼もすごく厚い方。 ななんじゃだから多分ねあのー、こうなんだろう仕事でうまくいってるんじゃないかなとは思いますね周りからの評判もすごくいい方なんじゃないでしょうか。はい、であとあのーえー、思ったのは、えー、あくまでもこれは占った結果を言ってるだけですよ、はい、実際どういう方かはわからないです。えー、ですけど、まあ、占って思ったのは、まあ、気を使いすぎなところがあってでそれでちょっとしんどいなっていうなんか。 多分頭いいいいからろろ見えちゃうんでしょうねで結構気遣いであのそこが苦労されてるんじゃないかなって見てて思いましたであと慎重で決断力も弱くあとチャンスを逃しがちでんでかっていうと,、まあ、あと考えすぎるからかなとで、えー、考えすぎるっていうのはあのー、人間がこう考えすぎると行動力落ちるんですよでなのでまあそこはもう行動力が落ちちゃうんであまりその深く考えすぎないようにで失敗を恐れず、えー、飛び込む勇気がまあ 道を切り開くかなとで、うんあと非常にあのー、才能が豊かな方なのでもう何か作ったりとかあと表現したりとか、あのー、するのがすごく合ってるんじゃないかなと思いますね。でこういう方がねゲーム実況とかやるとめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思います。はい喋、はい、りもうまいしバーっとしゃべるしね。 あのズバズバ言うし面白いと思いますね。<laughs> あの個人的にはねゲーム実況とかやったらこういう人面白いだろうなと思いながらちょっと占ってましたねはいあのマリオカードとか一緒にやってみたいなって思,思いましたもんなんかはいまあ、それはいいとしてはいでということでまああの性格をちょっと占ってきたんですけどまあちょっと中身見てみましょうかうんやっぱあの最初はねあのポンコツだったりするんですけどもうほ宝石のようにキラキラと努力してだ,だから今までかなり努力されたんだと思うんですよで それでもう今キラキラと光り輝いててもう誰も勝てないみたいなねうん、うん、そうあとプライドちょっと高いですねもうアーティスト肌なんですねうんあのもうほんとあの美,美人が多いんですよはいうん集団よりも孤独を好むのに寂しがり屋だったりするみたいなはい繊細ですねはい才能豊かはいオタクっぽいそうオタクっぽいんですよもう研究職とかね そういうなんかこう分析したりとか知識とか技術を要する仕事に就く人が多いですねはいうんといったとこでしょうかはい、うん、で人生の流れを見ていきましょううんこんな感じなんですまああとでちょっと言いますはい、はい、ウィーン低いでしょうはいでまあこれがまあ1年ごとを表した ものなんですけども、えー、じゃあちょっとまとめてますんで、それを表示させたいなと思います。はい、えっ、ー、と2020年まで、えー、めちゃくちゃ強いんです。あのー、もう本当ここまでが人生のピーク期。2020年で終わりです。で2021年からはもうガラッと変わって、えー、もうガランと変わります。はい、新たな人生のスタートみたいな。 人生のスタートというかねね切り替え時期です、ね、スタートじゃないな、はい、あの2021年からはもうガラッと変わって、まあ、落ち着いた感じになっていきますで2021年はもうあの何かが起きるんじゃないかなって、えー、思いますねちょっと待ってくださいねそうですねはい、えー、なんかあり,ありそうですねあの、はい、2021年はあのよくないことであなんか起きますで人間関係の不和とか揉め事 えー、あとなんだろう恋人がもしいたりとかあっえー、き結,婚結婚されてないですよね確かでウ、えー、キピーターちょっとちらっと見たら書いてなかったから、えー、確か書いてないなかったのでまあた未婚だったと思うんですけどもまあもしあの結婚されてなくて、えーまあ、結婚してたとしてもですねまああの配偶者と揉めたりとか別れたりっていう可能性があったりあ恋人と別れたりとかね その恋愛関係で、まあ、不和とかあとはあ何だろうそういう恋愛関係のスキャンダルとかですね芸能人なのでねはいあのそういったのが人間関係の、まあ、トラブルが起きやすいのが2021年なんですよで2023年と2026年はめちゃいい年ですめちゃくちゃいいですあの精神的にだいぶ余裕があるんじゃないかなとただしあの何だろう暴飲暴食ちょっと注意ですねあの2023年はうん 趣味に結構没頭しちゃうんじゃないかなと思いますけど2023年はもう本当仕事がうまくいくとで全体的にもう今年は絶好調で物事がはかどると思います2026年はもういい異性との出会いがあります恋愛結婚はもううまくいくんじゃないかなとは思いますねはいえっとまあ基本的に2021年から10年間っていうのはえーまぁ、あ、35歳からかな34歳35歳2021年から2 0 2年 そうです2021年からの10年間は恋愛や人間関係っていうのは、えー、非常に良いですもううんいいんですただしですね、まあ、でさらにいいのがですね2023年でから2027 20年で2023年20 26年2027年は特にいいと,ということですはい。 で注意する年っていうのが2021年2025年2030年2031年で特に2030年31年は結婚とか起業とか何かをスタートするっていうのはとにかく避けてくださいここはよくありませんはいという感じですねまあ本人が見てたら <laughs> いいんだけれどはいということでまあえー、田中さんを占ってみたまあだからちょっと見ましょうかまあだからこの2021年,1年からはもう本当に健康面も心配で えー、ちょっとなんて消極的というかパワーダウンですこっからすっちゃうんですよね。で、えー、まあただそのなんだろう社交的になって、まあ、人前に出る機会が増えたりとか、まあ、人間関係自体は良かったりとかまあ形態的にり恵まれたりとかまあしますね、はい。といったようなまあ感じでしょうかね。はいえー、ということでですね、まあ、あの田中みな実さんを、まあ、占ってみました。 あのこのような感じで、まあ、皆さんもまあ占えますので概要欄にこうリンクありますのでねこちらからあのよかったら使ってみてください、えー、今後もいろんな方を占っていきますのでよかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします以上有名人を占ってみたでしたありがとうございました